皆さん、こんにちは。本日の動画は、私の愛犬、ブルーコギ様のワンコモデルの日に密着という動画でございます。なので、飼い主はおまけ程度に見ていただけたら嬉しいです。はい、というわけで、朝からブルーコギちゃんと撮影に向かっているところなんですけど、もう本当朝からむくみ知らずの可愛いプルコギ様でございます。あら、お目目がしょぼしょぼして可愛い。はい、スタジオに到着しました。プルちゃんもいます。メイク中もね、プルコギが寂しがるので膝の上に乗せて割とメイクをしていましたね。姫は少し緊張してますね。アイライナーをいただきました。ありがとうございます。撮影が始まるともうプロの顔になってますね。姫さすがです。素晴らしい。美人百花さんのルームウェア企画の撮影だったんですけど、もうどのコーデもめちゃめちゃ可愛くて、お家にいてもすごくテンションが上がるなって思いました。プルちゃん、かわいい。こちらはヘアメイクの朝日さんです。プルちゃん、インティミシミさんのサテンシルクのナイトウェアで、すごく素敵ですよね。私シルクが大好きなので、とても着心地が良くて気持ちいいなって感じでした。朝日さんがずっとプルちゃんを抱っこしたりなでなでしたりしてくださってたんですけど、実はフレブルちゃんを飼っているそうです。会ってみたいですね。プルちゃんとフレブルちゃん合わせてみたいな。よかったね。というわけでですね、飼い主の方も着々と撮影を終わらせていきますよ。一応ね、飼い主の雰囲気も見ていただけたらありがたいなって思います。それにしてもこのチェリー柄のルームウェアすっごい可愛いですよね。そして次のコーデに着替えました。次はね、プルちゃんと一緒に撮影ということで、プルちゃん頑張れるかな。あとちょっと頑張って。とてもお天気が良くて気持ちのいい撮影でした。どんどん撮影をこなしていくと、プルコギさんはちょっと眠くなってきたみたいですね。お疲れ様です。撮影ではお花を持ったりドーナツを持ったりしたんですけど、どちらのカットが紙面で使われるのでしょうか。楽しみです。こちらのルームウェアもめちゃめちゃ素敵ですよね。でもさ、こんな可愛いルームウェア着てる彼女が
家にいたらさ、どうよ。そしてプルコギ大先生、まあかわいい。ラスト頑張ろうね。最後のコーデはモコモコのヘアバンドをつけたりカチューシャをつけたりいろいろ試してみて撮影したんですけど、まあ、最終的にはどちらが使われているのでしょうか。お楽しみに。はい、ということで最後の撮影も無事に終わりました。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。楽しんでいただけましたか。また Vlog 投稿しますね。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。